はい、ふむたんでございます。今回は2021年8月発売号泣アルピニスト復刻デザインについてお話しさせていただきたいと思います。今回もなるべくわかりやすくお話したいと思いますが、私の思うところをダラダラとお話しさせていただきたいと思います。はい、ではね、やっと出たというよりやっぱり出たアルピニスト復刻デザインね、1959と書いてありますね。これについてね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。これね、もうダラッといきますんで、順番がね、ちょっとね、ちぐはぐになっちゃうかもしれませんけれども、一緒に聞いてください。まずはね、復刻で、出るみたいですね、やっぱりね。デザインとしては号泣、これはね、ローレルですよね、要するにね、ローレルアルピニストとなります。14041ね、この時はまだアルピニストっていう単体の、時計じゃないっていうんですか、アルピニストっていう時計じゃなくてローレルっていう時計の、アルピニストっていうグレードだった、そういうふうに認識しておりますね。この時のね、このデザイン、私はね、すごくね、好きです。すごくかっこいいですよね。まあ、この時の復刻っていうことでね、ちょっと期待してみたいと思います。まずね、このインデックスですよね、これが、三角が12とね、369とついてる、これがね、すごい大きいんですよね、これが最大の特徴だと思います、ね、くさびって書いてありますよね、この大きい三角、ね、でね、これね、現物見たことある方はちょっとお分かりと思うんですけれども、インデックスがね、なんて言うんですか、背が低いというか、割とこうベターっとしてるんですよね。こう現代の時計みたいにこうせり立って上の方に来てないっていうね、その感じが表現されてたらさらにいいなっていうふうに思ってるんですけれども、現物はね、どうでしょうか。あとはね、このローレルの、アルピニスト、これね、サイズがね、34ミリだったと思います。でね、これに対して今回じゃないですね、8月に出るこの復刻デザインは38ミリだそうです。でね、またまあ44キングの時の件もあるんで、まあ、現物見てみないと、まあ、何とも言えないですけれどもね、まあ、うまくバランスよくまとまってたらいいなというふうに思っています。あとはね、一番はね、やっぱりね、この大好き、すごいかっこいいと思う、このダイヤルのやっぱり特徴的なものっていうのは、このね、上のね、セイコーローレルってなってるこの書体ですよね、これに加えて下6字側にあるアルピニストっていうこのいつものマーク、ね、ここから始まったわけですよね、これに対して今回の復刻を見てみると、上のバッジはいつものセイコーで、下これですよね、下6字側のこれね、オートマチックっていう風になっています。なんでアルピニストって書いてないのでしょうか、ね、これに関してはね、もう以前からね、私は感じていました。今の標準って言ったらおかしいんですけど、現行のね、アルピニストのシリーズも、ここにね、アルピニストって書いてないでオートマチックなんですよね、アルピニストでいいのになって私は思っていますけれども、皆さんはどう考えてますか、ね、これはね、初代のやつだけここに入ってるんだから別のやつは入んなくていいんだよとかね、アルピニストなんだからもうずっと なんだかんだ続いてるんだから、ここはアルピニストにしてよとかね、まあ、意見は分かれるんじゃないかなと思いますけどね、私はアルピニストってなってて欲しかったです。でね、ちょっと細かい話にはなっちゃうんですけれども、このローレルのアルピニストっていうのが、まあ、アルピニストの、まあ、元祖っていう、ね、解釈だと思うんですけれども、アルピニストっていう時計自体の元祖は私は 4S だと思っています。ちなみにね、その 4S のね、アルピニストはアルピニストって書いてありますね。アルピニストなんだからアルピニストでいいのになってね、書体がちょっとだけ似てるんで一瞬アルピニストかと思うんですけど、オートマチックなんですよね。まあよく見ると書体も全然違うんですけどね、
で、このアルピニストって書いてあることもそうなんですけど、アルピニストってこの書体がやっぱり入っててほしいじゃないですか。私はねすごく思います。でね、次にね、ベルトはね、カーフの当時のこのデザインって言いますか、この縫い目がねサイドにねこう走ってるっていうデザインですよね。これを採用したようです。それとね、あとはこの周りについてるパッド、これね特徴的ですよね。当時のやつはこれはオリジナルだったということで、すごいね冒険ウォッチだったんだなということがわかると思いますね。よくね、あの和製エクスプローラーなんていう風に言う人もいるようであります。今回のやつもね、このパッドが採用されてる。まあまあ、これがね、まあ、かっこいいとかかっこ悪いとかは、まあ、かなりね意見が分かれるとは思いますけれども、まあ、当時になってたんで、あのすぐにしましたよっていう意味合いだと思います。あとは美女オリジナルのね同様にというふうになっています。またね、日付問題ですよね、これね。で、日付はね、まあ、この4時と5時の間に入っているんですけれども、まあさすがにね3時とか6時じゃなくてよかったなと思っています。で、まあ現物がね、まあ、38ミリで登場してどういう風になるのかっていうね、本当に現物見てみないと分かんないと思うんですよね。だからまあここでかっこいいのか、いやかっこいいけど、まあこれね一応12369のね、あの三角のくさびなんで、やっぱりあのこのなんつったらいいんですか、こう左右対称でみたいなのをね強調してほしかったんで、やっぱり日付ない方が良かったのかなっていうね声が聞こえてくる、そんな気がします。リバレンスは SBEN001 だそうです、ね、値段は33万円。ムーブメント、これに関しては 6L35 ですね。まあキングの時と一緒ですよね。で、限定数は1959本、ね、今年の8月6日発売予定ということです。まあね、簡単ではありますけれども、ちょっとねこのアルピニスト復刻デザインということについてお話しさせていただきましたね。前回の44のね復刻デザインの時もそうだったんですけれども、まあこれね、また復刻なのにこういう風になっててとか、ああでもねとかね、まあ私も感じるとこありますし、皆さんもそうだと思うんですね。でもね、やっぱりね、あの現物本物を見てからブーブー言おうかなって今回は思っています。まあ復刻デザインなんで、これはこれでかっこいいかもしれませんしね、やっぱり日付はどっちみちいらなかったねとかね、まあ、あっても全然かっこいいよとかね、まあね、ちょっとね本物を見るのを楽しみにしてみたいと思っています。はい、そしてね、今回ね号泣アルピニスト復刻デザインの他に現在デザインと称するものも発売されるようです。カラーは3種類、白系、黒系、そしてグリーンで、白と黒はブレス仕様で、グリーンがカーフという風になってるようです。こちらはね、3時に日付をつけてくれました。はいこれに関してはみんなでブーブー言ってください。でね、値段に関してはブレス仕様の方が82,500円、カーフの方が83,000円ね。で、発売の日にちは、復刻デザインと同じく、今年の8月6日だそうです。まあ予約とかするんですかね、ちょっとわかんないんですけれども、まあ復刻、まあこれはね復刻デザインとか復刻とかっていうよりは、まあちょっとねかけ離れてる感じもありますよね。もうこれプロスペックスのマーク入ってなかったらなんかプレザージュみたいな感じするんですけど、なんかどうなんですかね。ということで今回は復刻デザインが1本出ると、そして現代デザインというやつが3本出る、そして
このちょっと前にね、ちょっと前ってもうほんとさっきですよね、に現行のレギュラーのラインの新型というより、まあ追加カラーですよね、これについてお話しさせていただいたんですけど、それが包囲形がついてる方とついてない方それぞれ2本ずつの4本ね、それを合わせると合計8本のリリースということになりますよね。うん、ちょっとね出しすぎなんじゃないですかってちょっと思ったりもしますけれども、皆さんはどのようにお考えでしょうか。今回も聞いていただきましてありがとうございました。またお話しさせてください。